クリー入れた山に愛に伝えるジャパンクラフィックウェルネスフィギュアクラシックフィギュアビキニボディービルディングメンズビジークオーバーオールチャンピオン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 エントリーナンバー47ミラコイシダラエントリーナンバー4リーシューエントリーナンバー10キーユーデューエントリーナンバー75レイダーアジーバーエントリーナンバー65リーどうも皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは、ハトクマです。声が枯れたわけではありません。これ撮ってるのが深夜なんでね、ちょっとこれぐらいの声の方がいいかなと。で、あげるのもこれ深夜なんですよ。まあ、皆さん見られるのがね、これ深夜なのか早朝なのか昼間なのか午後なのか夕方なのか夜なのか、午後と夕方の境目ってどこだろうとか思うところあるんですけれども、まあ、こんな感じでねやっていきたいと思います。ということで、5月21日に行われましたプロクオリファイエボルギア秀忠山岸アイリスカイルジャパンクラシックが無事に終わりました。プロカードが6枚出ました。今年もね、見に行ってきましたよ、観客席まで。もうすごかった、大盛況だった。満員。まあ去年よりも会場の規模がちょっと小さくなったかなとは思うんですけど、まあそれもあって、濃かったお客さんの感じも。まあコロナ中はさ、やっぱ声とか出せなかったじゃないですか。手叩くだけ。それが、まあ、声出しも OK になったので、本当にもうね、で、いろんな国の選手が今回も出たから、いろんな国の応援のね、声があって、すごかった。で、まず今回ですよ。今回5月21日、出られた選手の皆様、本当にお疲れ様でした。もういろいろと、ハトクマじゃ想像できないぐらい苦しい思いとか、まあ、結果も出て、やっぱ順位がつくものですから、いろんな思いがあると思いますが、もう見に行った一観客者としては、マジで楽しかったです。本当に、本当に、モチベーションにもなって、明日からまた仕事頑張ろうって思えた。本当にありがとうございました。そして、まあ、ジャッジの皆さんとか、運営にね、当たられた FWJ の皆さんとか、他スタッフの皆様とか、そして、会場まで見に行かれた観客の皆様、ペーパービュー買って見られた皆様、SNS ね、気になって見られていた皆様、この5月21のこの大会を思って過ごされた皆様、本当にお疲れ様でした。まあ、やっぱね、こういう大会見に行くと、まあ、1日ぐらいね、拘束されるから、まあ、本当に疲れるは疲れる。で、ハトクマもま、今帰ってきて、ほっとね、一息ついて、まあ、動画喋ってるんですけど、でも本当にね、すごい興奮した。久々にこんなに興奮したかもしれないっていうことで、まあ、各カテゴリーのね、話っていうのは、それぐらい内容が濃かったので、別の動画で、まあ分けてね、やりたいと思います。さあ、濃いよね。これぐらいにしなきゃダメでした。ごめんなさい。やっぱついね、感情高ぶっちゃって。で、まあ今日は、そのオーバーオール、まあ IFBB プロが呼ばれる瞬間というかね、まあそこを皆さんと改めて見ていきたいと思います。まあ結果はね、すでに知ってるよって方の方がまあ多いと思うんですけど、でもやっぱりここはみんなでもう一回見て盛り上がりたい。それを寝る前にやってしまいたい。まあ皆様は朝起きてからね、それ見てるかもしれないですけど、ハトクマは寝る前なので、まあ一人よがりかもしれないけどね、喋っていきたいと思います。はい。ということで、まずこちらはウィメンズフィジークです。で、ここは出場人数が足らなくてね、プロカードが発行されませんでした。ただ、一応ね、申請することはできるんですよ。オーバーオールチャンピオンは。で、IFBB プロリーグが、この選手が、まあ、プロにふさわしいと判断すれば、プロになれるということで、まあ、発行されなかったから、もうノーチャンスだった。ではない。もちろん、ちゃんとオーバーオール取れば、プロになるチャンスはありますよって感じなんですけど、ここのね、オーバーオールに進まれた選手が、めちゃんこ、でかくて、
皆さん、これさ、びっくりしたの、ハトクマ見て。ハトクマより全然でけえじゃんって。まあ、今日全部喋っちゃうと、カテゴリーの動画出す前にね、終わっちゃうので、まあ、軽くいきますけど。で、次は、ウェルネスですね。まあ、ウェルネスとかの評価基準をね、ちゃんとハトクマ、調べようと思うんですけど、毎回そういう話をしてね、調べてきてないなって感じなんですけど、まあ、この右の方がね、優勝されて、日本人の、IFBB プロが、ここでまず誕生いたしました。ケツがね、すごかった。ケツとハム。まあ、コンディションかながすごかったんですよね。ストリエーションがすごい出てて。この選手かななんかね、女子の選手で唯一このバックポーズ、お尻見せるね。お尻見せるポーズじゃないのかもしれないんですけど、撮った時に、お尻にね、こうストリエーションファ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 って走ったの見て、やばって思ったんですよ。で、次がフィギュアで、これ左の身長が低めな選手がね、まあプロになられたんですけど、ウィメンズフィジークとかフィギュアとかって、まあウェルネスもそうなんですけど、やっぱね、大腿四頭筋、前足のね、発達がすごいの。あとやっぱケツは、でかい。まあ、クラシックフィジック。これ順番通りに行くんですけど、クラシックは、こちらですね、2名、日本人でした。一番右が、太田さんって言って、元プロレスラーのね、方で、ボディービルの方で、プロクオリファイに昨年ね、出られて、オーバーオール進まれた方なんですけど、クラシックで、クラス優勝されてね。で、プロになったのが、これ真ん中の、方です。海外の方ですね。この方はね、まあ、上半身、下半身のバランスが良かったのと、まあ、この3人で見たときに、一番、こう、筋肉のカット、メリハリだったり、丸みっていうのがね、出てたような気がしたんですけど、まあ、これ以上喋るとね、またクラシックの動画出しますので、そちらで見ていただければと思いますが、お次がビキニ。ビキニはですね、こちら一番右の方がプロになられました。ハトクマはね、この一番右か左から2番目のピンクのね、ビキニの方、どっちかかなって思ったんですけど、左から2番目の方がね、なんか一番絞れてるようには見えて、ただなんかその絞れすぎは、あんま良くないのかどうなのかみたいのをビキニでなんか聞いたことがあって、それを考えると、一番右の人が、こう、程よいコンディションで、まあ、メリハリもしっかりついてて、もちろん、全く甘くない、絞れててっていう、なんかその、いい感じだったのかなって思ったんですけど、ビキニ詳しい方ね、いたらぜひ教えてほしいんですが、一番右の方がね、ビキニは取られまして。そして、まあ、気になるところ、まずボディービルですよ。これがね、もう最初のオーバーオールのポーズダウンで見せましたけど、マジで、ハイレベルすぎてヘビーウェイトが。もうやばかった、本当に。久々に、今回、アナスペさんとね、あとベルコさんと一緒に見てたんですけど、もう大興奮。ここの3人。ここの3人だけじゃなく皆さん大興奮だったと思うんですけど、もう一番声が出た、どのカテゴリーよりも、ぶっちゃけ興奮したぐらい、マジででかい。海外の選手なんですけど、これ2人とも。この左の選手ね、がヘビー級のね、クラスチャンピオンで、もう規格外、もう、なんかプロの選手みたいな、本当に、もうすぐね、プロデビューするらしいんですけど、2週間後ぐらいの大会で。もうマジででかくて、もう絶叫した。で、最後。メンズフィジークですよ。まあ、ここはね、ここが一番皆さんね、聞きたいかもしれないし、知りたいかもしれないんですけど、まあ、これがオーバーオールです。それが全てです。プロになったのが、真名子慎太郎選手です。これで言うと右から2番目ですね。で、ここもまたすごいのが、日本の選手4人中3人です。な、本当にメンズフィジーク、まあ、クラシックもそうなんですけど、日本のレベルマジで高くなってます。本当にすごい。メンズフィジークは、もうそこらの海外のプロクオリファイよりも、日本のプロクオリファイの方が絶対レベル高いと思うし、なんだったら日本のリージョナルの方が海外のプロクオリファイよりレベル高いやつあるかもしれない。それぐらい、マジでバチバチです。めっちゃレベル高いし、もう生で見たら、本当にすごい。もうこれね、見たことない方がもしいれば、見てみてください。ハトクマも映像とか画像で十分でしょって思ってた時期がぶっちゃけありました。ただ生で見るのと、今こうやって映像越しで皆様にお見せしてますけど、これは全然違います。雲泥の差です、マジで。なのでぜひね、まだ見たことないって方は11月にまあプロクオリファイまたやりますし、まあプロの大会もね8月と11月ありますから、これ見に行ってください。本当に世界観変わります。生で見たらマジで違うということで、まあ以上が全部のね、7カテゴリーのお話でございました。このメンズフィジーク、クラシック、ボディービルに関しては、もう他のクラスに出てた選手で、やっぱすごい人がいっぱいいて話したいことがいっぱいあるので、まあそこはね、そこでまた、ごめんなさい、また声がね、大きくなっちゃったんですけど、話したいと思います。ということで、深夜にね、皆様失礼いたしました。興奮冷めやらぬということで、5月21日のプロクオリファイについての、簡単なお話でございました。皆様の感想等ございましたら、概要欄、コメント欄にガイドライン設けてはおりますが、ぜひね、書いていただけると嬉しいです。またぜひハトクマチャンネルの登録と高評価のクリックもよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、バイチャ。